はい、じゃあ皆さんこんにちは、子ども会とお囃子会で、これから太鼓演奏を始めます。まず第1演目として3つやります。第1に、三宅太鼓、上付き木遣太鼓って言われてる横打ちの太鼓です。次に、屋台囃子ということで、屋台の上で叩いたひょっとこ囃子で、最後に、ぶち合わせ太鼓という3つを行います。ではまず、三宅太鼓、この一応説明しますとね、毎回説明してんだけど、三宅島って分かりますよね、東京都の三宅島の、上付き村に伝わる、三宅島の五津天王祭というお祭りの神輿の先導役として叩かれています。自作名のお祭りの先導役として、最初に横打ちの太鼓を始めます。木遣の歌と、太鼓を横にして横から打ち込む打ち込み太鼓を5年生6年生で行います。じゃあ木遣から
はい、ありがとうございました。ちょっと長かったよね。屋台囃子で演目にとしてひょっとこ囃子です。出汁の上で叩いてた曲です、まあ、歌舞伎の茶番狂言などが措置となって、踊ることひょっとこと呼ばれる滑稽な踊りをする者がお囃子で踊ることからひょっとこ囃子となったと。ひょっとこ囃子のひょっとこの語源は雨戸の火を竹筒で吹く火男、火の男、火男、ひょっとこという説があります。それでは1年生から6年生全員で叩きます。ではひょっとこ囃子です。
はい、じゃあ準備ができたところで3番目の演目として打ち合わせ太鼓、うん、三浦半島の先端にある海南神社の祭礼の時に叩いている太鼓です。その昔漁師たちが村ごとに大漁を祈り競い合って太鼓を叩き合います。勝った方にその年の大漁が約束され、負けた側は太鼓の皮を破られ海に投げ入れられてしまうという言い伝えがあるほど、豊漁を願い村中で心一つにして叩かれていた太鼓です。大漁を祈って漁師のたくましさ力強さ、固く、人皆が、力を合わせて気持ちを一つにします。締め太鼓の三とこどっこいというリズムに乗せて三人の打ち手が、最初ゆっくりと始まりますが次第に激しく怒涛の荒波のようなクライマックスを迎えます。準備 OK。 では最後の演目です。お願いします。
お疲れ様でした。以上で子ども会とお囃子会の演奏を終わります。